ここで簡単にシュートボクシングのルールを紹介します。 KO。 シュートボクシングでは通常のパンチ、キックに加え投げ、関節技による攻撃が認められています。ポイント。打撃によるダウンには2ポイントが与えられます。投げ技によるダウンには3ポイントが与えられます。シュートポイント。レフェリーが選手の投げに対しシュートコールを行った場合、ポイントが与えられます。前方への投げには1ポイントが与えられます。後方への投げには2ポイントが与えられます。このように相手が自分の腰より高い位置を通過しなかった投げはシュートポイントにはなりません。キャッチ。スタンド状態で関節技に入り脱出が困難な場合、レフェリーがキャッチをコール、1ポイントが与えられます。反則。投げや関節技を防御するため故意に倒れ込んだり手や膝をマットにつく行為は反則となります。反則には減点1が与えられます。以上が簡単なシュートボクシングのルールでした。